ブラディミール・ヤノチコは、スロバキア、コシツェ出身の同国代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。生まれ故郷のコシツェをホームタウンとする、スロバキア一部リーグの一、FC コシツェの育成部門出身。18歳の頃、同クラブで、プロデビューを果たす。レギュラーの攻撃的 MF として、スロバキア一部リーグで、長年活躍、1996から97。 シーズンからスロバキア一部リーグでの2連覇を飾り、1997から98シーズンには、スロバキアのチームとしては、初の UEFA チャンピオンズリーグ本大会、出場を決める。2000年の夏にギリシャスーパーリーグに属するシュコダ、クサンティ f c へ、1年後には、オーストリアブンデスリーガの FK アウストリアウィーンに移籍する。クリストフ・ダウム監督の下、 攻撃的ミッドフィルダーとして多くの得点やアシストを記録、念願のオーストリアブンデスリーガ優勝とオーストリアカップでの優勝を果たし、オーストリア最優秀選手賞も受賞する。2006年夏に同リーグの強豪レッドブルザルツブルクへ移籍。オーストリアブンデスリーガでの優勝などに貢献。またレッドブルザルツブルクの本拠地ブルズ、アリーナのオープニングゲームでは、 プレミアリーグに属する名門アーセナル FC を相手に試合唯一の得点を記録する。もともとはトップ下でプレーしていたが、レッドブルザルツブルクではサイドハーフとしても起用されている。ありがとうございます。